ちでやってみますか。よし、シャトーシュー頼むよ。元気です。あ、どうぞお世話になります。あ、どうも。あ、どうも。あ、どうも。お手伝いしてます。みんなのそうもなかったです。ありがとう。ありがとう。この度こんな身に余る集まりをいや開いていただいて、私自身大変恐縮いたしております。で、先ほど穴澤先生おっしゃったように、私は、まあ、銀行員と考古学という二足のわらじを履いてきておりまして、今回こういうような表彰を受けたっていうのは、むしろ私にいろいろ情報なり知恵をお授けいただいたここにご参列の皆様、あるいは今日おいでになられない方々から日頃お教えいただいたことをそれとなくアレンジして書いたから、こんな表彰を得られたんじゃないかということを、まあ、はなはだ皆様に申し訳なく考えております。それともう一つお詫びですが、実はこういう一件がございまして、年の暮れに皆様に全然年賀状を出しておらないはずでございます。その点、本年は年賀状はありませんので、今日お配りしましたこの別刷りでお許しいただきたいというのをまず冒頭に申し上げます。で、この表彰状というのを見ますと、一つは発掘をやったというふうに書いてございますが、実はもちろん小さな発掘はいろいろ私自身関係はしましたが、そんなに大きな発掘は私自身実際ヘラで全部掘ったなんていうことはございません。ただ私自身発掘した資料の整理ではですね、ここにおられる小芝義雄先生が3年間ご努力なさった荒屋敷の膨大な遺跡の整理が始まった時に、ちょうど私が幸いにも定年退職になりまして、自由な身になったので、確か3、4年膨大な不戦網縄文土器の分析に当たらせてもらったっていうのは、おそらく私の一生で今後もありえないことだと思います。で、あれからもう十何年報告出てから時間がございますが、あれだけの分量とあれだけの時期の幅の資料について扱った報告っていうのは、残念ながら全国で全くありません。ですから、ああいう機会を作っていただいた小芝先生に一つお礼をここで申し上げます。それともう一つは史跡の整備というようなことが書いてございますが、これについては最近番下で陣ヶ峰城が国の史跡になりまして、実はあれの発端を書きましたのは今から20年も前に、敦塩加納村市で、会津の城というのが、陣ヶ峰城跡じゃないかということを、玉葉の記事の会津の城というのを引用したのが最初でございまして、その後、番組で何回か話をさせていただいて、先ほど穴澤先生おっしゃったごく最近のものまで数回書かせていただきました。あれを見て、お分かりの通り、私は山根先生からいろいろ教えていただきましたけれども、実はどうも戦史考古学という枠からかなりはみ出した歩みをしている人間だなというふうな気がいたします。で、ただですね、今度のこ の別刷りの最後に、ご挨拶というのがございますけれども、そこに地方史ということをちょっと書いております。
実は私はもう小学校5年の時にそれまで東京で暮らしてたのから戦争のために若松に疎開しまして、それで初めて若松の町の中の暮らしに触れたわけでございます。でびっくりしたのはその頃、もう今も終わりかもしれませんが、為線という板が町内ごとにありまして、いろいろな税金とかいろんな料金を町内会で少しずつ少しずつ毎日貯めて、それで月に1回年に何回の生産をするという制度がありまして、そんなのを私が何で頼まれたのか分かりませんが、親に言われて一回り町内歩いたっていうのが初めて経験してびっくりいたしました。で実は今私は横三田町という町内の町内会に属しているんですが、現在の地名は穴澤先生おっしゃったように穴澤先生と同じ宮町という地名で、これは横山市長の時代でございますが、それで町名変更で、400年来の地名を変えたわけですが、現実に我が町の町内会っていうのは慶長軍録時代の町割りで今も起毛しているっていうところが私自身びっくりして、これはやはり地域の歴史を考えなきゃならない。地域の歴史を考えるにはもちろん考古学っていうのも大変だけれども、文献でアプローチできるのは文献である、それでダメなのはホクラのようなものでもあるだろうし、いろいろな社会の問題であるとか、そういうような多角的に考えたらいいんだろうと、そういうようなことで文献の方から言えば、あいつは何であんなことやるかと言われますけれども、多少例えば藤原道長の日記を集めるとか、最近刊本が出たのを少しずつ集めてて、そういうのがたまたまああいう仕事に当たった時に役立ったと、こういう経験がございます。ですからここにおいでの皆様にしても、ご専門ももちろん皆さんお持ちでいらっしゃいますけれども、そういう目を離れて地域のいろいろな流れというものをお考えいただければありがたいと思います。それでもう一つ今日の集まりに来て、つくづく考えるんですが、出席のご予定は40数名ということで、会津地方で考古学のお好きな人、我々考古学に興味持ち始めた頃はせいぜい10人もいればいいと、それがここ40何人も集まると、あるいは今日出ていらっしゃらない方がおられますが、もっと増えると、これは大変喜ばしい、高校の人にとっては大変喜ばしいことだろうと思います。で、この別釣りの4ページあたり見ていただければ、後で見ていただければいいと思いますけれども、穴澤先生も私もなぜ考古学で飯を食わなかったかって言いますと、実は考古学で飯が食えない時代の考古学に入ったわけでございまして、実際に考古学でお給料をもらえると、特に県の職員でお給料をもらえるようになった方では、寺島先生、亡くなった寺島さんあたりが一番新任としてはお早い年の方じゃないかと。で、それがそのままずっと来ていれば、これは大変喜ばしいわけでございますけれども、現実に最近の状況を見ますと、どこでも発掘人員がどんどん減らされております。で、そういうところで一体問題が全然なければよろしいんですが、いろいろ考えてみると問題があるんじゃないか。具体的に新しい遺跡がちょっと出た時に、体制がないから発掘はやめて、もう闇から闇に葬っちゃうなんていうようなことがあったら、これは困ると思います。そういう場合はすでに考古学の担当からご外れになっておられても、ここにいらっしゃる皆様はそれなりのスキルをお持ちでいらっしゃいますから、なんとかそういうことで、おそらくそういう遺跡を闇から闇に葬るということは、土地の方々に対して考古学の信用を失う原因になるわけでございますから、そういう手助けでも行政の方にやっていただいて、なんとかこの地域の考古学のレベルを下げないようにお願いしたいと。それともう一つ常々考えるんですが、
やはりあのご発掘なさってもいろいろな運でですね、報告されないものとか、あるいは報告してもいいところしか書いてないっていう資料がかなりあちこちあろうかと存じます。でそういうのはそれぞれここにいらっしゃる方お一人お一人ご自分の特定のご興味をお持ちの方がいらっしゃって、例えば古墳時代の方に縄文以前の石器を書けって言ったって、これは無理なわけでございまして、もし事情が許せばそれぞれご専門の方にそういう問題がこういう問題があるけどどうあなたはやらないっていうように、まあ手に余るような仕事をバトンタッチしますと、これは預けられた人はとんでもない目に遭いますけれども、まあ多少の何ていうか手伝い程度でいい仕事ができるようになっているのであれば、ぜひそういうものをまとめて、例えば行政の刊行物でなくとも研究士あたりに発表していただいて、取り落ちのないように進めていただければよろしいんじゃないかなとかように考えておる次第でございます。まあ偉そうなことを言って、お前は最後まで偉そうなことを言い過ぎてると反感を買おうかと思いますけれども、まあ実はなんでそういうことを言い出したかっていうと、我々みたいに二足のわらじから一足のわらじに切り替える時期っていうのが昭和30年代の半ばにございました。で今となっては有名人でございますが、坪井清太大先生、あの時平城京を掘っていらっしゃいまして、その坪井先生が教会の研究会の時にですね、平城京の調査で人物金が全然足りないから、もう総会としてそういうのをバックアップしろという大弁列を披露なさったことを私は鮮明に覚えております。まあ、考えてみればあの人はもう平城京 の調査の専門でございますが、まさに内部告発的な発表をなさったわけで、それで人物金平城京の調査で足りないものを、そういう発表で、世論を喚起して今見るようなきちっとした体制を作られたということがございます。ですから、そういう段階が終わって、今みたいに縮小傾向にあるときにもやはりいろいろな問題があるんじゃないか、そういうものについて皆さん一つお考えいただきたいと、そういうふうに寝ながら考えまして、ちょっとご披露を申し上げた次第でございます。耳障りなところはお許しいただきたいと存じますが、まあこれいろいろ書いてございます。嘘800もあるかもしれません。ぜひ何かの折にご批判いただければと思います。まあそれともう一つ、これがあったからおそらく文化庁なりなんかで中村という人間がどういうことをやったかっていうのを分かった、一ついい資料をこのアルカさんというのはやってくれたと思って今でも感謝しているし、そんなことをご披露して終わりにしたい。どうも大変ありがとうございました。それではここでですね、皆さんで記念撮影を、させて